こんばんは、乃木坂46の柿原佳です。遠藤さくらです。今回私たち乃木坂46が M ステファンに出演させていただくということで、ありがとうございます。最近、はい、ドキッとしたことということで、さくちゃん何かありますか？私からそうですね、ドキッとしたこと、うん、でもメンバー先輩のお話なんですけど、斉藤飛鳥さんっていう先輩がですね、すごくやっぱり後輩のことをよく見てくれていて、ちょっとね、時に優しい言葉だったり、大丈夫っていう言葉をこうさりげなくかけてくれるので、それにいつもドキッとしてしまいます。そうだよ ね、 ね、私もさっきね、飛鳥さんに、こけそうになって、大丈夫、足元見てなくてこけそうになって、で、楽屋でもね、自分のこの衣装の裾踏んじゃってね、こけたの一人で、で、誰にも見られてないと思ってね、こうやってやったのそしたら、飛鳥さんが見てて、すごい飛鳥さんってすごい見てらっしゃるじゃない、だから見てると思わなくて、なんか、カキさっきもこけてたよねって言われた時にドキッとして、ドキッとした、一緒だ、アスカさんにドキッとしてます優しい先輩なのでいつも助けてもらってます。見てるかな、見てるかな、ありがとうございます。はい、この後も、この後か、この後出させていただくので頑張りたいと思います。頑張ります。よろしくお願いします。